皆さんこんばんは。大変長い時間お待たせしたんじゃないかと思いますが、役所の皆さん方から1時間というふうに聞いていたんですが、1時間半のレポを受けまして頭に詰め込んできたんですけれど、なかなか厳しいなと思っているところです。私は今度の選挙で参議院の選挙があったもんですから、地元鹿児島でも食料の安全保障というキーワードでずっと話をしてきました。で、これは食料の安全保障ということだけではなくて、当然これは国の安全保障、そしてまたなおかつ経済の安全保障、そして三つ目が食料の安全保障ですということを有権者の皆さん方に訴え続けてきました。まあ、幸いその話が、まあ、切り口がといいますか、分かっていただいたんだろうなと思っておりまして、まあ、大変関心を高めていただきました。やっぱり私どもが話をしますと、私はもう皆さん方ご承知のように JA 出身ですから、野村はもう農業の話しかできない、農協の話しかできないと、こういうふうに皆さんおっしゃっていたもんですから、今回の選挙では切り口を変えようと思って、今までは農業のことや、あるいは JA のことを話をずっとしてたんですが、まあ、今回、私の場合はもう鹿児島県一円ですから、そうしますと農業者だけではなくて、一般の中小企業の皆さん方だったり、あるいは一般の農業に関係のない方々もいらっしゃったもんですから、それではちょっと切り口を変えていかないと聞いてもらえないなということを思ったもんですから、食料の安全保障を中心にお話をさせていただきました。まあ、今日役所の作ってくれた就任挨拶のメモもそういったようなことが書いてあるんですが、要はそういうことを国民の皆さん、あるいは県民の皆さん方に訴え続けたということであったと思います。まあ、ですからそのことが大変、評価をいただいたというわけじゃないんですが、入りやすかったという、まあ、聞きやすかったということはあったと思います。と言いますのが、やはりこの食料の問題というのは、やはり生産者が生産をしますけれども、それをいただくのは消費者の皆さん方ですから、その食料について、まあ、話を中心に持っていったもんですから、例えばの話で、ウクライナの小麦粉が非常に上がったんでしょうって、まあ、お母さんたちにはそういう話をしました。子どもの学校給食のパンが上がったんじゃないですか、これからもどんどん上がりますよって。これは日本でやっぱり小麦は生産が少ないからこういったことが起こるんですと、あるいは大豆もそうですよということをお話を申し上げながら、皆さんの関心を集めながらさせていただきました。まあ、それともう一つは、ちょうど肥料の値段が、全農が今年の秋肥の価格を提示しましたんで、そうしましたら鹿児島は秋肥というのは皆さん方あんまりわからないと思うんですけれども、小麦だったり、あるいは私の鹿児島のお茶だったり、静岡のお茶だったり、秋肥というのはそういうところに使うんです。ですから、今年のもうお茶の農家大変なことになっているんですよということを、まあ、申し上げて、そうしましたら、まあ、なるほどなと、まあ、いうことで納得してもらったり、あるいは十分理解をしてもらったりということがあったのではないかと思います。まあ、したがって、その輸入に依存している小麦だとか、大豆で非常に価格が左右されてしまう。一つやっぱりその外国でそういったようなことが起こると、もう小麦の値段が、3割はウクライナ、ロシアで生産していますから、それがもう高騰してしまう。お茶だっても一緒です。ですからそういったようなことを考えていきますと、あなた方の自分のことにつながるんですよということを、しょっちゅう私はそんな話をして、有権者の皆さん方の、まあ、関心をいただいたというか、関心を得ようと思って言ったんじゃなくて、実態を話をさせていただいたところです。まあ、そういったことがあって、ぜひ、これは森山裕先生が委員長している、食料安全保障委員会というのがあります。これの食料保障安全委員会の中で、我々も盛んに
この食料安保については議論を深めていたところでございまして、そんなことをここの役所にせっかく大臣として招かれたわけですから、ぜひこれを実現していきたいというふうに思います。そのためにはいろんな困難があると思いますが、ここはもう役所はやっぱり全体で取り組んでいただきたいというふうに思っております。ですから2つ問題がありまして、1つはそういった小麦なり大豆なり、そういう生産というよりも農産物の輸入が非常に厳しくなってきたというのが1つ、もう1つはそういう生産をするための資材が肥料であったり、あるいはその畜産の餌であったり上がってしまって、本当に農家の経営がこれでやれるのかなという思いはあります。幸いに肥料についてはもう皆さん方もご存知のように、岸田総理が、G7 の時に、私もびっくりしたんですが、7割は補填しますと、肥料の上がった分の7割を補填しますというのをちょうど選挙期間中に記者会見でおっしゃったのを大変ありがたいと思ったし、非常にそういうことを G7 の記者会見の中でおっしゃったというのが、非常に私は総理がどういう意図だったのかは分かりませんが、非常に嬉しかったといいますか、今後どうなっていくのかというのはなかなか分からないですけれども、そういうのを当然総理の発言ですから、農水省も7割の補填というのをちゃんと考えてくれているというふうに思っております。いずれにしましても、選挙で約束をした食料の安全保障について、私なりの精一杯の努力を重ねていきたいというふうに思っておりますので、どうか皆さん方もご協力をよろしくお願いを申し上げたいと思います。農政クラブ、幹事社の日刊工業新聞です。まず、今、食料安全保障についてのお話もありましたけれども、大臣就任にあたって、どういった課題感を持たれていて、どういったことに取り組まれたいか、抱負をお聞かせください。森山委員会でもまだ結論は出てないんですけど、当面対策として、まず、肥料からですね、議論を進めて、森山先生が委員長ですから、肥料をどうするかっていうのが一番あったわけですよ。特に鹿児島と静岡は、もう秋肥はお茶ですから、相当の量も使えますし、それで肥料のところをどうするかということで、総理がもう発言されましたので、森山先生の、山原の底も7割ぐらい補填してもらわなきゃと。皆さん方も覚えておられるかしれませんが、20年の時に肥料とそれから燃油の高騰があったんですよ。でその時500億だったんですが、それの時にやっぱり肥料については7割補填というのがあった。私はそれを知らなかったんです。500億は予算として分かって覚えておりましたけど、7割補填してくれたっていうのを全然記憶がなくて、そしたら森山先生がどこで調べられたのか、7割補填だったよなあということをおっしゃってから、そうだ、7割も補填してもらえれば農家はまずは助かるなと、こんな思いでおりましたので、今回の総理発言というのは非常にありがたいと思います。聞こえにくい。農林記者会の、代表幹事の農業共済新聞、島と申します。本日お使いのところのご対応ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。私からは、2点お伺いできればと思います。一つはですね、緑戦略の法成立というのがあったと思うんですけれども、それを受けて、今後の農林水産業のグリーン化について、今の現状の認識、ご認識と、今後の進め方というところでお聞きできればというのが1点です。もう1点は、これにも関連しますが、それぞれいろいろと、政策課題というのが同時進行で動いていると思いますけれども、そういったところで、調整を、していくところ、あと、それから重点を置いていく、今回特に重点を置いていくというところでお考えを、お聞きできればと、この2点でお願いできればと思います。
はい、ありがとうございました。皆さんも緑政策って聞いて分かりますか？なかなか農水省は緑戦略って言うんですけど、中身はみんな分かってないんじゃないかと思うんですよ、記者の皆さん方も含めて。ですからまずは緑戦略とは何ぞやというところから、まず記者の皆さん方もですね、ぜひ、お勉強をしていただきたいなと思います。そこで一つだけ例を取り上げますと、これはまた私の鹿児島なんですが、役所の皆さんは現物まで見に行ってくれたんですが、鹿児島は畜産県です。それで畜産の排、いわゆる排出物で、これで肥料を今度作ったんですよ。肥料を6種類作りました。そしてそれでいくと、まあこれは混合具合によるんですが、だいたい2割から3割は今の価格から低減できるというのがあるんです。でもちろん牛豚鶏の排泄物だけでは、これはなかなか成分が足らないというのがあって、当然化成もその中には一緒に混合してですね、で新たな肥料を作り出したんです。これは全国どうして広められるかというのは、ちょっとこれは非常に難しいと思います。まあ私は個人的にはできるのは鹿児島、宮崎、北海道だろうと思います。なぜかというと、畜産がその他の県はあまりいないわけですから、だからそういう意味では鹿児島はもう一番適してて、日本一の畜産県として自分たちが非常に牛を飼ったり豚を飼ったり鶏を飼ったり、そうしますとこの牛糞、豚糞、それから鶏糞の混合割合によって今の化成には負けないような、まあ、品質のいいのができるんですよ。まあ、ぜひ皆さん方その現物を見たいとおっしゃるんなら、私の会館の事務所においでいただければ、その中身をですね、皆さん方にも見ていただきますよ。それが実はグリーン戦略なんです。今までの化成からできるだけ日本にあるものを使って肥料を作ろうじゃないかっていう、私は経済連を褒めたんですけれど、よくもお前さんたちは取り組んでくれたなと、こういう思いでした。だから役所の、まあ、名前は言いませんが、ある審議官も一緒に私と行って経済連の皆さん方との話し合いをしましたし、現物も見せてもらいました。まあ、皆さん方、私の部屋だけじゃなくて森山先生のところにも同じものが、私のところには4つしか送ってこなかったんですけど、森山先生のところには6個送ってきてるんですよ。それは全部違う種類の肥料なんですけど、本当に綺麗なもんですよ。これはもうぜひ皆さん方も PR をしていただきたいなと思います。だから緑戦略と言ってなかなかどういうものなのかっていうのはイメージが湧かないでしょ。まあ役所の人たちはみんな分かってるんですけど、緑戦略ってよく言うんですよ、役所の人たちも。だけどあなた方が言ってることが、皆さん方がその日本語がね理解できるんですかって私はしょっちゅう言ってたら、もう今鹿児島でそういうことを取り組み出したもんですから、まあ、非常に説明がしやすいですよ。そうしますとね、特にお茶なんかはアメリカはもう有機でないとダメなんです。輸出が無理なんですよ。それで今までは鹿児島のお茶もお茶園をこの区切って有機で作るもの、それから一般の肥料をやって、あるいは農薬をかけて作るものを分けないとなかなかできなかったんですが、もう今度から今そういったような堆肥を主にした肥料が出来上がりますと、完全な有機質で、これは輸出的には大丈夫ですかね、輸出価値はいるんですかね。いや、農薬の方も、農薬の使用の方も有機ということで、大丈夫ですか。 100% じゃないですよ。うん、まあとにかく輸出が
そういうので伸びていくということはもう間違いないと思うんですけどね。それは静岡でも一緒ですよ。ただ鹿児島からそういった肥料を作って静岡でできるかというと、静岡はそんな畜産が盛んなところじゃないですから。それでね、混合割合なんですよ。で、経済連に聞くと一番いいその成分は牛糞7割、豚糞2割、それから鶏糞1割なんだそうです。それが一番いい、いわば堆肥になって、ペレット化していきますから、もう不作もないし、もう農家が手でこう巻けるぐらいですから、非常にその辺がもういいですよね。だから早くこういったような国内にある資源を活用して、そしてもう輸入をするんじゃなくて、もう中国から林が止められたとか、そういったようなことでもうおろおろするよりも、もう国内でできるものはそういう形でやった方がいいと思います。それから、今後の重点の話ですか。だったですよね。今しかし、やっぱり重点ってなると、食料生産の今不安定化もあるし、それから輸入もいろんな問題を抱えてますから、やっぱり食料の安全保障を最初の話に戻るんですけども、やっぱりそこを追求していかないと、日本の農業生産というのは生産基盤が脆弱化しているというのはみんな言うんですけど、じゃあどうするかということだと思いますよ。よろしいですか。はい、ひとまず大丈夫です。ありがとうございます。はい、どうぞ。大臣、朝日新聞の前川と申します。よろしくお願いします。大臣、旧統一教会との関係について伺います。今回の組閣にあたり、岸田首相は、政治家自ら、関係を点検した上で、必要なら見直すことを了解したもののみ、閣僚に任命したというふうにおっしゃっています。大臣は今回の組閣に、入閣にあたって、どのような点検をされましたでしょうか。あと、またその点検の結果、もし関係があるということであれば、どのように見直すご予定でしょうか。教えてください。率直に申し上げて全く関係ありません。統一教会の方からも寄ってきたということもないし、いろんな会合に呼ばれたこともないです。鹿児島は意外と統一教会の活動というのは弱いのかもしれないと思うんですが、全く働きかけもなかったし、ましてやこちらから行くということもなかったですよ。だからそのことをはっきりと総理には申し上げて、一切関係がありませんと、幸いにしてというか、そのことは申し上げたつもりです。はい、自分でご点検されたんですね。その関係、だって自分のことですから、全部点検をしなくても分かりますよ。なるほど。例えば何とかのその会議に行って会費を払ってやったとか、あるいは会合に参加して話をして謝礼を受け取ったとかっていうのは、もう全部我々の場合は政治資金の規制法で届け出ができるようになってますから、そんなの一切なくないです。承知しました。ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。日刊アグリリサーチの武田と申します。日刊アグリリサーチの武田と申します。大臣ご就任おめでとうございます。ありがとうございます。スマート農業について伺いたいんですが、今、ドローンや ICT などいろんなものを使って、どんどんそういったものが拡大しておりますが、また農水省の方も推進をしてきたと思いますが、大臣はそのスマート農業についていかにお考えでしょうか。スマート農業ですか。はい。確かにスマート農業、スマート農業って、言いますけれど、確かにそういう、ドローンだとかいろんな機械類を使って農家の省力化にはなるんですけれど、ただ非常にやっぱり農家に個人的に持たすと、やっぱり経費がかさんでしまって、いわば赤字経営に余儀なくされてしまう。
ということを私は思います。ですからさっきの私の地元だけで言いますけれども、鹿児島の経済連はドローンを一気に十数台入れたんですよ。十数台。そして県内の、まあ彼らがやっぱりこう考えてるのはすごいなと思ったんですけども、まず最初は水筒で、農薬なりの散布をして、その次は干渉、そしてその次はサトウキビ、その次は大島なり種子島のジャガイモですよ。一年間操業ができるんです。だからそういう意味ではもうここの農家に買わすよりも経済連で買って、そしてもう受け負った方がずっと農家は負担が少なくて済むし、そういうのはやっぱり考えついたお前さんたちは偉いって私はあんまり自分のところを褒めるわけじゃないんですけど、本当すごいですよ。だからそういったようなやっぱりやり方でやってるから、スマート農業もここにやっぱり求めていくと、やっぱり投資が大きくなっていきます。だからそういうのはもう農業団体がまとめて買って、そしてそれで利用料を取って、できるだけ負担を少なくしていく。私はそういうことじゃないかと思うんですよ。だから、スマート農業というのは素晴らしいですよ。確かに省力化ができるし、ただし、その省力化のためには相当のやっぱり投資が必要になってきますから、そこをやっぱりどれだけ抑え切るかということだと思う。それにやっぱり農水省も進めていますけれども、やっぱり団体で、あるいは何人かが集まって、そしてドローンを一機買おうかとか、あるいはこういうような機械を買おうかとか、こういうことをやっていかないと、個人に任せると、みんな便利だから、ここに買っちゃうんですよ。買っちゃうんですよ。それで自分が必要な時には、人に言ってもなかなか貸してもらえないから、自分でもめんどくさくて、買ってしまうというのが多いです。だから、私はスマート農業というのは、そういう工夫もしていかないと、なかなかこのスマート農業ということがうまく回転していくのかなという思いはしています。よろしいですか？ありがとうございます。はい、そこの女性から、はい、すいませんね、名前がわからないんで。NHK の安井と申します。2点質問させてください。1点目が食料安全保障について、1つは、国内の生産量をいかに上げていくかということと、もう一つは海外有事の際にどこかから輸入できなくなったものをどのように別のルートや国から輸入するかという二つがあると思うんですが、それぞれについて今後どのように取り組んでいかれたいか、お考えをお聞かせいただければと思います。もう一点は靖国神社への参拝について今後はどのようにお考えか、以上2点お願いします。ごめんなさい、2問目がちょっとわからなかったね。その靖国神社への今後の参拝については、はい、終戦と秋とあると思いますが、どのようにお考えかお願いします。まず生産量をどう上げるかっていうのは非常に、難しい質問になってると思うんですよ。なんでかというと、もうそれはいろんなあれで一挙に全ての作目で生産量を上げるということは難しいと思います。ですから、例えば一番今不足している小麦であるとか大豆であるとか、これをどう伸ばしていくのかということになってくるわけですよ。そういうふうにしてポイントを絞ってというか、ターゲットを絞り込んで、じゃあ小麦の生産をどう増やしていくのか、あるいはその餌の畜産の餌ですね。これをトウモロコシを入れているわけですけども、これも私のところの鹿児島の経済連の取り組みですけれど、大豆の代わりに大麦を使っているんですよ。大麦を。それで、それは生産量の話じゃなくて、これはトウモロコシが取れないから日本では、ほとんどゼロですよ。そうするともう輸入のトウモロコシだけで畜産の餌はできているようなもんですから、5割はトウモロコシでやってるんですよ。だからもうこれではその経営が引き合わないということで、大麦でやってみているんですが、しかしながら大麦でを食べさせた牛の肉質と、それからトウモロコシ用の配合飼料を使った肉の質では、やっぱり大麦のやつが
か、あの、違うんですよ。それはどこが違うかっていうと、油が違う。そうすると、トウモロコシののは、あの、油が柔らかいんですけれど、皆さんが焼肉屋で食べる、あの、焼肉の油もそうですけれども、ただし、その、大麦ののは少し硬いと。もうだけども、そういう贅沢を言ってないで、もうぜひ慣れてくださいよって、まあ、こちらがそう言いたいんですよね。まあ、ただ消費者の好みに合わないっていうか、そういうふうにして言われているもんですから、まあ、経済連もまだまだテストを繰り返しながら、また農研機構でもそういう、やっぱりあの、検討を進めてほしいと思うんです。トウモロコシに代わるもので、何を穀物を入れたら、牛がよく食べて、そして肉もいいのができるというのが分かってくればですね、どん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 転化できると思います。まあ、あの、役所の人たちは、今から小麦も生産拡大します。大豆も、あの、トウモロコシも生産拡大をしますと言うけれども、それはなかなか一朝一夕には進まないと思います。だから、やっぱり日本の畑で取れる麦だとか、大麦だとか、そういうもので、なんとかできないのかな。まあもちろんトウモロコシもできるんですよ。だけれども今の、まああんまり農水省の悪口は大臣になった以上言えないんで、なんですが、あの、ちょっとですね、私の考えてることとはちょっと違うな、やっぱり思うんですよ。どうぞ、さっき手を挙げたら、はい、どうぞ。あ、靖国神社だったね。ごめんなさい。靖国神社につきましてはですね、これあの、ちゃんと総理からも言われておりますけれども、個人としては適切に判断しますと、まあ、いうことで、政府としての立場は総理なり官房長官にお聞きいただきたいなと。私も一も国会議員だけではなくて、農水大臣になっている以上は、やっぱり総理なり官房長官の下でやってるわけですから、ぜひそっちの方にお聞きいただきたいと思います。もうこれはあの、大臣の薬師に参拝については、まあ、私も、あの、異家族ですから、親父が戦死をしてますから、それはもうやっぱり靖国神社というのは特別な神社だと思っておりますが、ただ、大臣のこの就任中に靖国に行くかどうかって問われれば、まあこれは後日判断をしてみたいと思います。どうぞ。日本農業新聞の松本と申します。よろしくお願いします。いくつか伺いたいんですけれども、あの総理から就任にあたってどういったご指示あったか伺いますでしょうか、まず。総理からどういったご指示を受けられたかお願いします。はい、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、総理はもうあの今、農業のいろんな環境を考えたときに非常に悪いという認識はお持ちです。ですからそういったもので、あの肥料の先ほど言いました7割補填も外国で発言を記者会見で発言されるぐらいですから大変関心をお持ちです。ですからそういう意味では、まあ、私が JA 出身だということも、そしてまたこの18年間私はもう農林部会以外の部会には出たことがないぐらいの、まあ、もういわばバカがつくほどの農業バカです。ですからそういう意味では、あの、総理もですね、ぜひ、まあ、よろしく頼むよなと。あんたはずっと農林関係だけやってきたんだもんなって、まあ、どこまでご存知だったのか知りませんが、林外務大臣と私非常に親しくさせていただいてて、林大臣も農水大臣もされた。そしてまた党の部会なんかでもしょっちゅう一緒になるもんですから、多分そういうことを林大臣がおっしゃったんじゃないかなと、後押しをしてもらったんじゃないかなと思い方です。あ
ありがとうございます。それと食料安保についてなんですけれども、党の方の食料安保委員会の方でも食料安全保障予算ということで確保するということを提言されていると思うんですけれども、それに向けて意気込みをいただければと思います。もう意気込みというよりもこれはもう絶対やらなきゃならない話ですよ。もうそれが意気込みです。まあ、それを具体的な内容については今森山委員会で私もその一員でしたが検討を重ねてきておられますので、それらができてくればまた役所の方もそれに基づいて制度設計したり、あるいは政策の中で予算取りをしたりとか、まあ、そういうのをしてくれるのではないかと思います。もう意気込みというよりももうそれをしていかないと日本の農業の生産基盤は弱体化していきます。ありがとうございます。すみません、最後に農地の規制改革についてちょっと伺いたいんですけれども、国家戦略特区の兵庫県養父市の企業の農地取得の特例は年内にも話をつけて、来年の通常国会で関連法案を審議されるという段取りになっていると思うんですが、この議論についてどういうふうに臨むか、あと特例の現状についてどのように評価されるか、それについて伺えればと思います。いや、もうこれは自民党の中で今江藤総合農政調査会長の下でずっと議論をしておりました。私もその一員だったんですが、なかなかやっぱり最初はそうかなって思ってたんですが、もう今ではその先生たちのおっしゃることがあんまりそういうやぶの話をしてもですね、たったその 1.65 ヘクタールですよ。32ヘクタールのたった 5% ですから、成功してないというふうに思います。そして一番怖いのは、外国資本が、特に中国資本が入り込んできているというのを、他の先生方が茨城だとか、都市部の近くの先生方がおっしゃっておられまして、もうこれを許すと、とてもじゃないけども、外国資本に農地が奪われていくぞという、そういう危機感を持っておられる先生が多いですよ。だから私も、このぐらいだったら大丈夫じゃないかなと思ってたけど、最近そんな話を聞くにつれて、これはやばくなってきたなと、やばいなというふうに思います。ですから、これは今後とも検討していって、今年の秋口ぐらいには結論を出そうというふうになっておりますから、ぜひこの現場のさまざまな懸念を払拭する措置が取れるのか取れないのか、規制局会議の方ではもうとにかくこういったようなことはどんどん広げていけという言い方ですけれども、しかしこれもあんまり早くにやるとわずか 5% ぐらいしかやぶでも所有はないですから。あとは全部リースですよ。だからそれで十分農業というのはやれるし、しかもその投資をするよりもリースの方がずっと後で返還をするにしても自分の金を出しているわけじゃ、金というか投資をしているわけじゃないですから、リース料を払うだけですから、むしろそっちの方が会社経営としても法人経営としてもいいんじゃないかというふうに、もう最近は私もそれで凝り固まっております。ただ今から役所の方は検討して、そして大臣ですから経験にそんなふうに言えないんですが、また彼らの検討した中身を見ながらまた判断をしていきたいと思います。はい、どうぞ。鹿児島の南の新聞社です。お疲れ様です。地元の鹿児島では今年の10月に全国和牛能力共振会が開かれる予定です。和牛のオリンピックと言われて、畜産の関係者が一堂に会する貴重な大会となります。大会としてどのような大会、大臣としてどのような大会になってほしいか、どういう機会になってほしいかっていうお考えを教えてください。もちろん地元の南日本新聞社ですから、そこは十分お分かりだと思いますが、私はちょうど5年前の宮城大会にも森山先生と一緒に行きましたけれども、非常に活気がありますよ。そして
あの宮城県の小さい、まあ小さいちっちゃい失礼ですが、40万人の畜産の農家の皆さんが見に来られたということで、我が観光県鹿児島も40万人も来ていただければ、今度のコロナで疲弊したホテル業界や皆さん方も非常にまた生き返ってくるんじゃないかなと思います。ですから、そういう一つのきっかけになればいいなと思います。それともう一つは、やっぱり今のあの牛は単なるその A の5だとか、まあそういう形で、刺しの入ったというのが良かったんですが、もう最近はそうじゃなくて、刺しのやる質ですよ。だから、まあそういったようなことを今度のあの、共進会では評価が出るはずですから、そういうもので評価してほしいと、まあいうふうに思います。ありがとうございます。もう一点、合わせて今、畜産の業界が抱えている課題ですね。この課題についてどのようにお考えなのか、それを、まあ、大臣として、こう取り組んでいかれるのか、について教えてください。いや、もう畜産の課題の一番の問題は、これは、餌ですよ。先ほど言いましたように、トウモロコシを中心にした配合飼料が非常に高くなった。それから、酪農の農家の皆さん方も、今、経営が、大変窮屈になっていますが、これは輸入乾木、乾燥牧草なんですが、これがものすごく大体倍ぐらいに上がっています。だから酪農家の人たちは、どん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 規模拡大をして、あとは草を作らないで、その輸入乾木に頼っていたところが、一番痛手を被っていますよ。だから、やはりこの農業というのは、土作り、草作りだなと思いますよ。だから一番の問題はそういうふうにして、まあ国の政策も酪農もどん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 進めてきたわけですけども、一時期本当に酪農は搾乳量が減ってきたんですけれど、今どん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 上がって今 102-3% じゃないかな。畜産は、あ、杉村さんおるわ。1.2%。あ、だんだん落ちてきたというか、減ってはきましたね。ありがとう。まあ、それと、あとは日本の生き延びる道は輸出でしょうね。ただ、残念なことに、中国がまだ開いてないもんですから、中国人の富裕層が、日本のお肉を食べ出したら、それはもう、日本の輸出はどんどん伸びると思いますけども、どうしてもまだ中国が輸入を解禁してないもんですからね。そこがちょっと残念なんです。はい、どうぞ。全国農業新聞の森谷と申します。大臣ご就任おめでとうございます。私からは、担い手への農地の利用集積集約化についてお伺いしたいと思います。先の通常国会で、農業経営基盤強化促進法、これが改正になりまして、農業委員会は、目標地図ですね、将来の農地利用の姿を明らかにした目標地図の素案を作ると。そして市町村は、その目標地図も含めた、地域計画を策定するということになりますが、改めまして、その担い手への農地の利用集積集約化を進めていくことの意義と、それと、それに関わる市町村とか農業委員会とか農地バンクへの期待ですね。これにつきましてご見解がございましたらお願いします。まあ、私なんかの地元もそうなんですけど、農地に関することは農業委員会だと。まあ言う、やっぱり市町村は多いですよ。それはなんでかっていうと、もう市役所なり役場の職員が減ってしまって、なかなかその農地まで担当するような人たちが少なくなっています。で、だからこれはもう当然農業委員会は、まあ農地を主にした
業務を持っているわけですから、それは農業委員会がすべきだって言うけど、この農業委員会も職員が減ってしまって、なかなかそういった今おっしゃったような計画作りすらできないと。だからみんなもうそれでお互いにできないできないではダメなんだから、JA、それから役場、それから農業委員会、それから土地改良区、みんな集まってワンテーブルでどうすればいいかということをまず検討しなさいよって言うんですけど、まあそれをやり出しているところもありますよ。だからそういった意味ではですね、やっぱり自分たちの農地ですから、よその県の農地じゃない、自分たちの市町村の農地ですから、それをどう守っていくかっていうのは、あなた方の責任でもあるんですよって、私はしょっちゅう言ってるんですよ。だからそういう意味では、すべてのこの団体なり、行政がワンボックスで、このみんなで議論をしながら、地図作りをすればいいんですよ。やってるところもありますよ。私の、極南も来てますけれども、屋久島っていう、もう本当に山だらけですよ。もう、そして鹿は人間の数より鹿の方が多いとか、猿の方が多いとかっていう、まあ大変農業環境には悪いところですけど、そこで今一生懸命そういうことを農業員さんが言い出しましてね、やってるんですよ。で、地図を今作りながら、塗りつぶして、そしてここに集約しようじゃないかと、まあいうことを今議論してもらってますが、そういうことをまずどっかがやり出さないと、もう、それは役場の仕事だ、それは農業委員会の仕事だ、いや、それは JA の営農指導員の仕事だろうとかって言って、責任のなすり合いなんかをしよったってダメですよ。と思います。ありがとうございます。はい。食品産業新聞社の大島と申します。ご就任おめでとうございます。まず、牛肉の、和牛の輸出、アメリカの低関税枠の部分、まあ、どう乗り越えていかれるかなとか、交渉をどう考えていくかなとか、お考えあったらまずお聞かせいただきたいんですが。いや、我々も一番これが気になりましてね、それで、まあ、武部副大臣がアメリカにも行ったんだよな、そうですよね、ヨーロッパで会ったときに、アメリカの長官にお願いしたんだったんですね、まあ、いわば一番大きなマーケットですから、ですから今、そこが他の国からどん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 牛肉が入ってきて、日本の牛肉が、まあ、一番最盛期頃から言えば7割ぐらいかな。まだそれより下がった。うん、というようなことで、さあどこかっちゃブラジルなんですよ。の牛肉がドッと入ってきて、それでもうアメリカが低関税枠がなくなったということで、締め出しじゃなくて関税を上げてしまった。まあそれでも日本の牛肉は、やはりこの思考的には、富裕層が食べておりましたんで、私はあんまり心配することはないんじゃないかなと思ってたけども、やっぱり落ちてしまってるんですよね。だからまあそういう意味では、まあその中国に期待だけをしないで、まだ今から来年もあるわけですから、どんどんアメリカと交渉して、そして日本の牛肉を買ってもらうような、そういう働きかけをやるべきだと。こんなふうに思います。ありがとうございます。次で豚熱の関係で、まあ、豚熱の関係で、はい。はい。まあ、対策の部分ももちろんですし、ワクチン進んできた中で、発生場所での前頭殺処分が、まあ、どうするべきか、まあ、そこちょっと検討見直すべきじゃないかみたいな話もありますが、そこのところをちょっとご見識を教えていただけたらと思います。まあ、この豚熱の問題はもう4年経過しますけども、
我々も非常に頭が痛いんです。鹿児島はやっぱり宮崎と同じぐらいやはり養豚の盛んなところです。でもし九州に入ってきたらもうそれはもう一網打尽ですよ。だから今役所の方でもいろんな後継ワクチンなんかも巻きながらですね、イノシシから移らないようにということでやってますが、まあ、四国までも入り込んできたし、中国地方も山口までだったかな、山口だっけ、もう入ってきてるんですよ。だから九州に入るのはもう時間の問題じゃないかと言われてるんですが、入ってきたらもうおしまいですよ。九州はもう第三次ですから。だからもうこれはもうみんなでそれぞれの養豚農家もそうだし、行政も入り込ませないように、あるいは入ってきたらすぐに処理をしてそれ以上広がらないようにということを今それの繰り返しをやってますけど、まあこれで収まるのか収まらないのかっていうのは非常にわからないですけれど、収まるようにこれは畜産地帯としてはやらなきゃいけないと思っております。ありがとうございます。最後に主食関係で、お米の方、4年産作柄はまだですが、作付け見込みの方は一通り揃いまして、まあ、4年産の見通しについて現時点でのお考えをというのと、小麦の方10月期の改定、総理の方から突出して高い場合には対応を考えるというご発言ありましたが、ちょっと米麦のところ今後に向けて現状の整理とお考えをお願いいたします。まあ、いろんなマスコミの皆さん方の社でも書いておられましたし、農水省も発表しましたけれども、要は4年産の試食用米については全国で21万トン39万ヘクタールの作付け転換が必要だと、まあ、いうことで4万3000ヘクタールの今年前年比でですね減少するのではないかと、まあ、こんなふうに言われております。それから価格のところですけど、これは小麦の政府売り渡しのことですか。はい、小麦の価格が突出して高い場合には10月期の政府売り渡し価格に関して、まあ、何らかの対応するといった趣旨の総理のご発言がありましたが、まあ、もう来あと一月ちょっとで10月期決めていかなきゃいけないとこかと思いますので、はい、これも総理がおっしゃったことで、小麦が10月期の政府売り渡し価格に向けては9月第1週までが算定期間であって、引き続き小麦の国際価格等の動向を注視しつつ、これは突出して急騰した場合については現時点で、いつと比較するのかあるいは決めておられませんが、ただ総理としては何らかの対応をしなければいけないだろうと、まあ、いうことはこれはどこかでか発言された、総理がこれを発言した、間違いない、うん、なんて物価対策で官邸の方で、まあ、いわば穀物の国際価格の動向を含めて判断したいと。ただ今日ちょっとそのレクを受けまして、まあ異常に上がった小麦が今豊作の国もあったりして、今は非常に落ち着いてるんですね、価格的には。だからそれがどういうようなこの動向になってくるのか分かりませんが、急騰した時にはっていう、まあ、条件付きでしたから、私どもはそれを言ってたんです。分かりました、ありがとうございます、はい、まだたくさん手が上がってるな、どうぞ。どうも、港新聞という水産の業界誌です、業界誌です、よろしくお願いします。
本日の会見でですね、非常に食料自給率のことを強調されているかなと思うんですけれども、お聞きしたいのはズバリその水産物の自給率のアップに対する合意形成についてです。というのは、今農水省さんとして、魚の取り次ぎを改めて資源量を増やすことですとか、あとは、養殖の、民間参入を強めて、生産量を増やすことだとか、そういうことに向けて、ここ4年ほど政策舵切ってると思うんですけれど、それに対して、漁業者、漁業団体からは、例えば、魚の取り過ぎを示す科学が、いまいち信用ができないとか、例えば、養殖を大規模にやってしまうと、魚の値段が下がってしまうだとか、いろいろと反対意見も出ていると思います。こういった反対に対してですね、どのように、対話をしてどうやって国の政策に対する合意を取り付けていくか、今お考えがあればよろしくお願いします。まあ私の鹿児島でも養殖が相当盛んで、東町という漁協は日本一のブリの産地なんです。ほとんどがアメリカに輸出をしてるんですが、だいたい今でどのぐらいかな、25億ぐらいかな、輸出をしてるんですが、まあそこでその島は長島って今日は南も来ておりますけど、小さな島なんですが、まあ、大変活気のある、まあ、やば島になってるんですよ。でそれは何でかというと、一つはその、まあ、柱になる養殖ぶりの養殖をぶりをしてるんですが、これがもう相当その24、5億だと思うんですけれども、まあ私の記憶違いかもしれないんですが、だいたい20億以上はあったと思うんですが、そのぐらいの輸出をしている。そしてなおかつ、昨年はもう参った参ったつって稚魚が取れなくて、生けすに入れられなかったんです。そしたらもちろん、だいたい1年間、養殖して出すんですけれども、そしてもちろんその制御が足らないもんですから、ブリの値段がぐーっと上がって、逆に、まあ、経営的には、非常に漁業者の経営的にはそれが良かったと、まあ、いう話を聞きましたが、今年はもう満杯になるぐらい稚魚が入っています。だから、まあ、そういう意味では、この、さっきの質問じゃないんですが、まあ、やはりそういう両立するようなやり方でいかないといけないんじゃないかと私は思います。まあ、海面利用制度のその見直しと内容とした漁業法が改正され、令和2年12月に施行されたところですと。新たな資源管理システムの構築については、2年9月にその道筋を示したロードマップを策定して進めてきているところですと。まあ、ありきたりの答弁を作ってきておりましたけれども、まあ、いろんなご意見があることも事実です。よくわかっています。ただ、やっぱり、この漁業者の皆さん方は、安定して、どういうふうにしたら、その水産関係で安定した経営ができるかってなると、一船昔はいくらだとかって、こうよく言われたもんですが、もう今はそんな時代じゃなくなって、取れたがもうその一船でいくらとかということじゃなくて、やはり生けすの中に 何万匹いるのかって、まあ、いうところだろうと思うんですよね。そしたらですね、余計な話かもしれませんが、この前、まあ、日本でも有名な会社なんですけど、そこがうなぎの養殖をやってて、稚魚から、だから今日水産庁官に言ったんですが、もう稚魚から制御になるまでのやつが出来上がったっていうわけです。で、野村さん今度送るから食べてみてっつって。味はわかりませんよ。多分、普通の、養殖のうなぎとすると、ちょっと味が落ちるのかもしれませんっていうことを、その社長は言っておりました。まあ、だけれども、水産庁がまだそこまでできないものを、一市企業が、やってるということを、だから水産庁はちょっと勉強に行った方がいいんじゃないかって。
いや、本当そうですよ。私企業でもそういう、まあそこはもちろん資本力もあるし、金もどんどんつぎ込んでいるんだろうと思うんですが、鹿児島の選ぶ島っていうところでやってるそうです。そこの水がものすごくいいっつって。だから、やっぱりそういう人たちが投資をできるというのは、養殖だと思いますよ。それはもう、漁船で出て行って、魚を取るというのは、もうだん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 やっぱり危険性もあるし、難しいのかもしれませんね。これは個人的な見解ですけども。ありがとうございます。じゃあ、簡単にまとめてしまうとちょっと乱暴だったら恐縮なんですけれど、まず養殖業の振興をしっかりやっていって、そこで生産量を確保することと、先ほどおっしゃったようにアメリカへのその輸出であるとか、その養殖業の輸出での派遣先を作って、その、価格のその、値崩れみたいなものを防いでいくとか、そのあたりが大事なんじゃないかと、そういうふうなまとめ方で問題ないですかね。わかりました。まあ、そうですね、はい。うなぎもだからついでに申し上げましたけど、はい、うなぎもどん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 日本人だけじゃなくて、あのかば焼きやっぱり外国人も美味しいって言ってますから、多分それも輸出ができていくはずだと思う。ただ、稚魚からしか取れなかったのが、今度その卵から返して稚魚まで、作れるようになったわけですから。だからどんどんやっぱりその、できるんじゃないでしょうかね。輸出というところまでいけるんじゃないでしょうか。わかりました。ありがとうございます。もう、そろそろさ、もう3人で、うちどもにしようか。はい、どうぞ。すみません。農業共済新聞の堀内と申します。農業のですね、経営安定対策、とりわけ農業保険、収入保険についてですね、大臣のご認識と今後の期待について、お聞かせください。収入保険でしょ。いや、私はびっくりしたのが、農業共済の高橋さんという理事長、ここの OB ですけども、高橋さんが今年は7万いくらだったかな、対象者が7万7千個経営体が増えてきましたと、まあいう話をしておられまして、ああ、そんなに増えてきたのかって思います。それはなんでかというと、やっぱりこの災害ですよ。農家の皆さん方がどうしてもやっぱり災害でなんとかそのもう一遍農業をやり直したいと思われておられたんですが、多いんですよ。今度も東北やら北陸やられてますから、こういう人たちは非常にこの収入保険、あるいは農業共済の保険ですね。これに対する関心が非常に高まっていることは事実です。それはもうあんまり良くない話ですけども、災害が本当各地で起こってて、今までは私の鹿児島なんか台風銀座と言われるぐらいに、台風がもう何発も来よったんですが、もう今日本全国どこでも台風が上陸する、いわゆるそのもう今はそういうあれになってますんで、もうぜひ農業共済に入るか、収入保険に入るか、それでやっぱり経営を守りたいという農家が増えてきておられます。いいですか？ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。日本農民新聞の小泉と申します。大臣就任おめでとうございます。先ほど少し米の話がありましたけれども、冒頭で大臣が肥料の方の国産化の話もありましたが、先日金子前大臣が国産化に切り替えていくというようなお話をされました。また、大臣の出身でもある J グループでは、国商国産ということをキャッチフレーズにして取り組んでいます。そういった国産化に切り替えていく、食料自給率をこれから 38% からもっと上げていく、国の 45% に近づけていくというふうな政策目標があるかと思いますが、その点について、どういうふうなお考えをお持ちでしょうか。はい、ありがとうございます。私は農水省の人たちにもしょっちゅう言ってるんですが、
今の食用米をどん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 増やせるっていうか、消費を拡大するということはなかなか難しいだろうと思います。じゃあどうするのかって。やっぱり皆さん考えてくださいよ。米粉ですよ。米粉。だからもう日本の場合は今までは米粉パンもありました。それから米粉麺もありました。もうだけど小麦がこれだけ高騰したり、あるいはその輸入が難しくなってくれば、米粉からパンを作ったり、米粉から麺を作っていく方法が一番消費は拡大すると思います。で、その証拠にですね、その証拠にちっちゃ悪いだけれども、我々党の中で、光月さんという、まあ、彼、茨城だっけ？光月君は。茨城だよな。茨城の先生ですけど、彼がやってた中で、非常に私もヒントになったなと思ったのが、彼が読んでくれた福井の農家が、それこそ、パンを作って持ってきたんですよ。自分の田んぼで作ったパンですって言って。それが、なんとですね、ジャポニカ米じゃなくて、インディカ米でした。本当に美味しかったですよ。だから、まあ、皆さん米米って言えば、ジャポニカ米を考えるんだけど、その生産者は自分の田んぼでは、日本の田んぼでは、インディカ米を作って、そしてパンを作ってると。そして、ベトナムでは、ジャポニカ米を作って、そして向こうで高く売ってるという話をされてましたけど、やっぱりそういう発想が必要なんじゃないかなと思います。だから、米の種類というのは私はわかりませんが、世界でも相当あるんですよ。何百種類ってあるんじゃないですか。ね、佐藤さん。だから、そういうようなことで、麺に適した米、あるいはそのパンに適した米っていうのがあると思うんです。だからそれらを粉にして、パンを作る、あるいは麺を作る、そして今までの小麦、オンリーでやってたものを意識を変えてほしいと思います。それはまた皆さん方のペンの力にも、頼らなきゃならないところがあると思うんですが、福井の農家でした。だからぜひそういうのを取り上げていただいて、なるほどなと。いや、実際私なんかも食べたんですよ。そして一番美味しかったのがそのインディカ米のパンでした。小麦のパンじゃなかったです。一番うまくなかったのがジャポニカ米のパンでした。日本の米で作ったパンが一番まずかった。はい、最後。いいですか？連絡新報の酒井と申します。大臣就任おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、報道でもなされている通り、まあ、11月1日から入荷の値上がりが決まりました。一方で、まあ、依然乳製品在庫は積み上がっておりまして、まあ、生乳需給は緩和基調にある状況かと思います。まあ、これらの問題、まあ、酪農についてお聞きしたいんですけど、まあ、これらの問題の解決には、まあ、政府の取り組みも、まあ、まずやっていくことが重要だと思いますが、国の協力も不可欠かと思われます。農水省としてこれらの点についてどのような支援を行っていくべきか、大臣のお考えをお聞かせください。もう今鹿児島から北海道まで酪農家の皆さん方が会館にも押しかけて見えて、何とかしてくれと。だけども私はそういう団体の皆さんにも言うんですが、農産物で唯一価格を決められるのはあなた方だけですよって。だってほら、今度も、まあ、10円上げましたよ、団体交渉で。だからそういうふうにして自分たちで上げることに努力をしないで、国で何とかしてくれとかいうのは、これはもう全く本末転倒ですよって。だからできるだけそのメーカーに上げてもらうようにすることが一つ。それでも農家の皆さん方がどうしても食えないとか、あるいは赤字だとかっていうことになれば、それはまたそれなりに国の方でも考えてもらわなきゃいかない話ですから。
ただそこまでやって今度10円上がりました、交渉の結果が。であとどうなっていくのかなというのは、まあ、まだどうするというのは決めておりませんけれども、ぜひこれは酪農家を、あるいはまた酪農の皆さん方の搾乳した生乳を一滴も捨てないで、なんとかやっぱりやっていける方法を検討しなければいけないなと、それは考えています。ありがとうございます。それはまた役所とも十分検討いたしたいと思います。